皆さんどうもタイガです。お疲れ様です。最近思うことがあるんですよ。負けない戦い方をするのはすごい大事なんだけど、やっぱりどうしても、ね、ドローが増えてしまっている。昔と比べて攻めるのは上手くなってるんですけど、ただやっぱりどうしても手札の相性とかでドローが増えてしまっている。その原因は何なのかっていうと、やっぱり固定の問題なんですよね。レードラリーダー裏なしっていう時点で、そもそも札的に相性が不利。弱くはないけどね、決してね。すごい強いんだけど、札的に、固定的に、相手がね、ちゃんとね、もうフルカスって言ったらなんか、エーペックスみたいだけど、ガチガチの固定をしてるときは、さすがにね、1枠選択できてないっていう、固定できてないっていう部分では不利じゃないですか。その結果、押し負けて、ドローになったりとか、押し切れずにドローになったりとか、あると思うんですよね。なので今回は、チビクロプス、やってきます。チビクロレードラで、押します。はい、豆拾って、爆発しに行っちゃって、ちょうだい。トレが早いね、だいぶ。もう2個いこうか。はい。それはまずい。触れたからよしよしよ。うん、オッケーオッケー。とりあえず、やつを出すことができたのと、ゾネスの2本無駄にさせられたので、よしとしよう。とりあえずね。取られたのは良くない。けど、しょうがない。もう1枠、バイクだったんで間に合ったんだけど、コラボで隠されてた。ので、しゃーなし。で、バトルバルーンリーダーなんで、かなり強いんで、リリス行きますか。リリスね、バルーンに駆られるんですよ。それはしょうがないので。これ多分暗いかな、爆撃。暗いよね。強いね、やっぱさすがに。で、こう、狩られるんですけど、小悪魔がそれやってくれるのと、この後、横当てしてるんで、今。横当てさせるために、チビクロを切って風船でダメージを与える。壊れないはず、風船、一発じゃ。OK、ここでレードは倒した。オッケー。とりあえず多分いけると思う。多分だけどね。コスト勝ちはしてるはず。コスト勝ちはしてると思うので、あとはひたすら押し返すだけ。猫の数数えられてないんで、数間違えてたら怖いんで、これ1体残します。こっちの奥、もういいっすわ。そこまでキャラ来てくれたら大丈夫。ただ足キャラないんで止まってるっすね。やっぱ全取り取られちゃうとね、巻き返すのがどうしても遅くなっちゃう。しょうがない。負けてないだけまだいいんじゃないでしょうか。はい、やっていきましょう。お相手がプリキャリーダー。プリキャはね、ちょっとやばいね。はい。プリキャちょっとやばいね。レードラ固定してるからプリキャは苦手。でもチビクロ自体はプリキャ倒せる。ただ、だいぶ削られる。リーダーのプリキャマジで火力やばくて、だいぶ削られちゃうんで、そこをなんとかしてあげたい。クレフラはマジで神なんだけど、取りで削れるキャラがバイクだけちょっと怖いのと、大型がね、弱かったですね、さっきのは。行きますか。足いないのとキャラ数気になるけど、チビブル。あとは一応、アラレちゃんがいると。はい。プリキャね。チビブル1体はいいとして、2本目はちょっと使い方考えなきゃいけないっすね。これ取れるっすね。ラッキーラッキー。うん。ナイスナイスナイス。いいよ。で、うんちゃしてもらって、倒してもらって。オッケーオッケー、いいよ。これで行ってもらって。それうんちゃして飛んだらマジ神なんだけど、そんな美味しい話はないよね、というわけでやられてしまいます。しょうがない。こっちビブリ行きましょう。なるほど。プリティキャットディケイド。キャラはしっかり強い。はい、ゆっくり丁寧にいきましょうか。ここに出てくるキャラ、トリデマンに出てくるキャラに対してアラレちゃんを置いてケルベロスを処理するのもありなんですよね。これ雨雲ってくれたら神やったんだけど、
あーなるほど、あの飛びづらいんだよなこれ、ケルベロス。まあしょうがない。うわそれで吹っ飛び当たんないのあれ、それは知らないな。なるほどね、なるほど。しかもビートルがいるからやれちゃうよって感じなのね。さあビートルもう一本使ったのはでかいですね、これは偉い。この後サタン行こうか。これ当たんないですけど、あいつにも。うわーそれもったいないマジで。これはねもう見逃したい。もう一本ゲゲゲと思う、予想は。あくまでも予想だけど、もう一本ゲゲゲと思ってる。オッケー、ただでか。あロボか、あロボならロボでいいや、全然どうぞって感じ。ちびくろ流そうか。あドン、このダメージによってビート死亡確定。 OK、 あとは銃貯めよう、多分銃貯められると思うこれ。うん、銃が溜まってるわとっくに。 OK、 いいね。さすがに落ちると思うけど、どうだろう、落ちないかなこれ。落ちなかったらやばいんだけど、落ちる予想。 OK、 危ねえマジで。もうちょっと置くべきだったかな。ちびくろ風船が強いんで落ちるかなと思ったんですけど、上のキャラちょっと固まっちゃってましたね位置が。はい、やっていきましょう。ラストって言おうと思ったけど、全然ラストじゃない。全然ラストじゃない。やっていきましょうか。ちびくろリーダー、ウラレードラ。これあれか。3戦目か。バルキリー。来ましたね。こんにちは、バルキリー。私、ちびくろっていうの。まあ、ただね、ちびくろ見えてるとさすがにバルキリー、引きで置かれたりとかして通らなかったりするんで。本当はちびくろ以外にもう1枠対空持ってあげられるといいんですけど、まあとりあえずは札のバランスがいいからゴーしました。さあこれはしっかりと打っていきましょう。取れなかったけど、えそこできるのマジ。あじゃあもうサタンいっちゃおう。はい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 。あすげえ重ねミスってんのもったいない。しかも一発撃たない最後。ああ撃たないのやばいなそれ。ドン、そいつで倒せるとりあえずね。おそこ切ってくれるのでか、それはでかいね普通に。これ一回流すか、よしレドが行くか。うん、オッケーオッケー、とりあえずいいよ。負けないとは思うけど、どうだろう、一応置いとくかちゃんと。うん、しっかり血圧してあげて、一応ね念のためにね。何があったかじゃ遅いんで。うん大丈夫だとは思うけど、あー変なのがいいのか。ちょっとできればここ奪って、できればここは奪って、まあ考えるとそのまま倒してくれてもいいんですけど、あー倒しなきゃいけないんだ、それでいいや。取った、ヌボ先出し、上来い、来ないか。まあ、ただ一応これもし食べてくれたら風船残るんで、風船でワンパンいられると思うんですよ。あてか倒すそう、ちびくろ強くて。ああ帰ってきちゃうんだ、しょうがないね。じゃあもうこれ落ちないで絶対に、帰っちゃったから銃貯めましょう。クレフラちょっと重かったね。てか札すごいね、バルキリークレフラカンガルーって4コス4コス4コスだね。まあ一応多くがいたからキャラ数は大丈夫なのかな。え持ってんだけど、美味しい、やるか。これ裏なんだろう、これもしかしたらだけどさ、ワンチャンバルキリーカンガルー固定じゃね、そんな気がしてきた。あでバルキリー使ってるのにそもそもカンガルーを補欠に入れてない時点でおかしいのよ。じゃあなんで補欠に入れないかって言ったら固定してるからって可能性がある。バルキリーカンガルーのつもりでいきますわ。レドラの可能性もあるけどね、バルキリーレドラかもしれないけど、バルキリーカンガルーだと思う俺。
なんでって持ってるんですよ、この人。本当に持ってるならカンガルー固定しないなら使わない。なのでまあコングでもいいんですけど、対カンガルーは。まずいね。ビートル嬉しかったけど大型2本は絶対欲しい。いやまずいね。レドロだったらまずいね。まあキャラ数は多いんで負けづらくはあるんですけど、カンガルーがどうしようもないことが判明してる。でもオオカも引いたぞ。厳選か。いやでも厳選だったら中型固定しないよな。たまたまだよな多分な。飛ぶ飛ぶ飛んだけど飛ばない。ここもったいない。ハーピー行こうか。あカンガルーだね、間違いなく。ほぼ間違いなくカンガルー。じゃあもうレードラ行こう。ここもレードラ行って取った。オッケーオッケー。危ねえこれ、後ろ危ないって。え、なんなの、やばくない、厳選かこれ。マジでガチの厳選か。ここにちびくろ、あサイクルキルことによってカンガルーでやる。うん、え、やばくない、全部同じからなんだけど。そんなことある、やばいね。だいぶ勝てそう。取った、勝ったけどやばいな。あなんかずっと殴られてる、あもうコラルに。勝ったけどやばいね、全部同じキャラだった。あ全部じゃない、ゴブリンだけ違うけど。えやばくない、どういうこと一体。すごいね逆に。あやばい、ミスるこれ。1もったいな、ここか。うわ回復上げたけどダメだった、やられちゃった、もったいない。まあ、負けはないんですけど絶対に。これねヌボボやられるのもったいないんでレードできます。はい、銃貯めようか。貯めれるかな、レードが詰まってるのが救い。あと6秒待ってほしい。相手はこれ減らないですからね。 OK、 はい、というわけで完全勝利。まあ、前回のマイナスを取り返したかな。キメラわけわかんないのでマイナスね。美味しい。はい、というわけで皆さんご視聴ありがとうございました。強 P を戻してきました。でさっきの方ですね、最高強 P1900 超えでしたね。さっきの強 P が1700超え、うん強かった。やっぱりね裏考えたと思うんだけど、キャラ数がね110何体ってフルキャラに近かったんですよ。なのでうん多分たまたま同じ大型を引いたで考える固定だと思います、予想では。俺の予想はねワンチャンスペアリブさんかなって思った。リブさんだったよな、確かリブさんだよね。なんかツイッターでカンガルー固定で強 P 上がりましたみたいなこと書いた気がするんだよな。持ってたからこの人かなと思ったんだけど、いやわかんない、別人かもしれない、名前変えたからわかんない。はい、というわけで皆さん今回もご視聴ありがとうございました。よかったら皆さんチャンネル登録の方ぜひよろしくお願いします。そしてまたよかったらぜひご視聴ください。それではお疲れ様です。